マンデー。マンデー、マンデー。本名、エマニュエル・ラドニツキー・イムニュルル・ドニッキ。1890年8月27日から1976年11月18日は、アメリカ合衆国の画家、彫刻家、写真家、ダダイスト、または、シュルレアリストとして、多数のオブジェを制作したことでも知られる。レイヨグラフ。 ソラリゼーションなど様々な技法を駆使し、一方でストレートなポートレート、特に同時代の芸術家のポートレートも得意とし、ファッション写真と呼べるような作品もあったりと、多種多様な写真作品群を残している。1890年、ペンシルベニア州フィラデルフィアに生まれた。父親はユダヤ系ウクライナ人、母親はユダヤ系ベラルーシ人。1897年には、 一家でニューヨークブルックリンクに転居した。1904年には高校に入学して製図を学び、卒業後は出版社で図案を作ることで生活を立てながら画廊に出入りするなどして画家として活動する。1915年にはフランスの詩人であるアドン・ラクロアと結婚し、この頃から本名のエマニュエル・ラドニツキーではなく、 本名のイムニュルラドニッキを縮めたマンレーと名乗るようになる。自作の絵を写すため写真機を購入。マルセル・デューシャンと出会い、後にニューヨーク・ダダと呼ばれる運動をヨーロッパのダダと同時並行的に進めることとなる。1921年、デューシャンとレーによりニューヨーク・ダダ氏が創刊されている。10月には絵画とドローイングによる最初の個展を開催した。 1921年7月にはエコールド・パリの時代であったパリに渡り、モンパルナスに住みながら本格的に写真に傾倒する。同年6月にパリに戻っていた親友のデュシャンの紹介によってパリのダダイストたちと交友を始める。パリに渡って数ヶ月後にはフランスの歌手、モデルであるキキに出会い恋に落ちる。職業的な写真家として成功を収め、 ファッション雑誌などに写真が掲載されるようになる。彫刻家、コンスタンティン・ブランクー氏と、交友し、ブランクー氏に写真の技術の手ほどきをする。シュルレアリスム運動が起こると、シュリーレアリストたちとも交わり、シュルレアリスム的作品も手がけることとなる。ソラリゼーションを表現技法として最初に利用した。1925年、第1回シュルレアリスム展に、 マックス・エルンツと、パウル・クレイ、アンドレ・マッソン、ジョアン・ミロ、パブロ・ピカソラと共に参加。シュルレアリスム的作品を手掛ける一方で、当時のアーティストたちの姿も写真に収めている。1929年には、キキと別れ、防具の人気モデルでのちに、戦場ジャーナリストとして活躍することになり、ミラーをカメラマン女子兼恋人にし3年ほど交際した。年には、 フランスの戦火を避けてアメリカに移りロサンゼルスで暮らす。この頃ハリウッドスターなどの写真を撮るがパリほどの名声は得られなかった。1946年にはマックス・エルンストとドロテア・タニング、マンレイとジュリエット・ブラウナーが合同結婚式を挙げた。1951年には再びフランスに渡ってパリでの活動を再開。1969年には ボックスアートのペシャージュを作成。現在は日本の長野県にあるセゾン現代美術館に所蔵されている。1976年11月18日にパリで死去。墓はモンパルナス墓地にあり、ジュリエットと共に眠るマンレイの墓碑にはアンキンサーンド、バッドノットインディファレントとトゥゲザー・アゲインの文字が刻まれている。マンレイはパリでの滞在期に 実験的なサイレント映画の制作も手掛けている。最初の作品、ルリー・トゥ・ア・エル・エー・ライーソン、1923年は、ダダイスムの映画版とも言えるものである。理性への回帰というタイトルに反し、その中身は、釘や画鋲塩や故障などをカメラを使用せず直にフィルムに振りかけたりして、焼き付けた、イメージ群の、脈絡のないコラージュであり、最後に、 かろうじて具象的なイメージとして、女性の裸体が映される。しかし、今、くばきや、1926年、バスク語で、一人にしてくれの意においては、より具象的なイメージが用いられ、路上を走る車、砂浜での波などの屋外の風景も映されている。ストップモーションを用いての簡単なアニメーションなども、試されている。友人である詩人。 ロベールデスノスの死に触発されたエル、イトワールデメール。1928年、ヒトデでは、男女の秘伝の物語という、抽象的であるものの核となるストーリーの確率が見られ、人物、感情の動きに焦点が当てられている。その翌年には、ドノアユシャク夫妻の依頼を受け、レミステア・ディーユ・チャーテアウ、ディーユ・ディー、1929年、サイコロ城の秘密を制作した。 なお、レミステア・ディー・チャー・ティアウ、DUD 以外の作品にはキキが出演している。マンデーの本名であるが、比較的信頼のおける劇財団の美術家、データベース、ユニオン・ディスト・オブ・アーチスト・ネイムスで検索すると、次の4つが挙げられており、これら以外を本名として挙げる文献もある。このような状態となっている権威は明らかではなく、この状態を正面から受け止めた上で、 マンレイの本名が何であるかについて、きちんとした検証を行うということを話されていない。このような現状では、いずれが本当かを判断する材料は存在せず、マンレイの本名は明確ではない、と言わざるを得ない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。